皆さんこんにちは。こんにちは。コモンズ投資の福本です。いいでございます。それでは早速2021年2月の運用報告を始めてまいります。コモンズアーティファンドは1.98%の上昇となりました。The 2020ビジョンは0.12%の下落となっています。 ちなみにベンチマークではありませんが市場全体の平均を表すトピックス配当込みは3.12%の上昇日経平均株価は4.71%の上昇東証マザーズ指数は0.42%の上昇となっております。 はい、二月のですね、まあ内外の株式市場は、えー、まあ欧米でのあのワクチンの接種が実はだいぶこう進展をしてきていると、まあいうようなことから、えー、まあ景気の回復を株式市場を織り込みにいくというような局面がありました。またあのまあ日米含めてですね、企業の決算発表はですね、やはりあのまあアナリストなんかの予想よりもかなりいい。 ですよね、例えばそのトヨタですとかあるいはソニーですとかファナックと言われるような日本を代表するような企業も非常にこう情報修正を含めていい決算を出しているというようなことから株式市場世界的に交換をして上がったというような1か月でしたインドネシアですとかインドですとかなんかも大幅に上昇したという状況になっています。 ただ月末にかけましては、えー、アメリカでの長期金利がですね、マ、えー、キュキュッとこう急上昇するとまうような局面がありまして、それに伴って株式市場も調整をするとまいうような場面もありました。日経平均株価で見ますと2月は2万9000台超えたぞと思ったら3万円も超えるということで。うん 1990年の8月以来のですね3万円の大台に乗ったというようなこともまあいろんなメディア通じても話題になったかなというふうに思っていますはいありがとうございましたそれではここからですね個別のファンドの運用状況についてお話をしてまいりますで、今後の見通しについては最後にお話をさせていただきます それではコモンズサーティーファンドの運用状況について教えてください。はい、えっ、ー、とコモンズサーティーファンドですけれども、二、えー、月もという形になりますけれども、えー、運用開始ラインの、えー、高値を更新すると、えー、いうことができました。まあ月間では一点九八パーセントの上昇ということで、えー、投資先三十一社の中でもまあ十七社が値上がりということで十四、うん、社が、えー、値下がりと。 ですから値上がり銘柄の方が若干多かったというような形で小幅な上昇という形になっています。でこの中で見ますとですね例えば上昇率でいきますと資生堂が16.56%で一番値上がりをしたと、はい、でそのほか日記ホールディングスそれから楽天それから角 a d o いったような銘柄が15%を超える上昇ということで、まあ、単月ではありますけれどもあのファンドのパフォーマンスに貢献したというような形になっています。でまた2月にですね、まあ、上場来高値を更新したということからしますと、うん、カカクコムそれから久保田 k a d o 東京エレクトロンといったようなところが、うん、あの上場来の高値を更新をしたというところになっています。 で2月はです、ね、ちょうど1012月期の決算が発表されてで、まあ、今年度の3月着地のです、ね、業績予想あるいは来期予想といったようなところも出てきたんですけれども例えば林内それから久保田それから日立牧田ユニチャームヤマトホールディングスといったようなところが実は 最高益を更新するという見通しにこうなっていまして非常にこのコロナ禍という中ではですね厳しい企業にとりましても大きな環境の変化で対応がなかなか難しかったと思いますけれどもその中でも最高益を叩き出すことができているというような企業が結構目立ちましたしそれ以外の企業でも まあ業績の情報修正というようなところはですねえかなりありましたのでえまあコンサーティファンド全体で見ましてももともと外部環境の変化に強いえ対応力のある銘柄を入れるというようなことでえ我々は運用してますけれどもあのそういった結果がですね実際にこう決算発表でもえよく分かるところがあったなというふうに思っていますので。 えー、まだまだあのこれからもですねあのまだまだコロナも完全に収束してるわけでも、えー、ありませんし、えー、このあとどんなふうにこう、まあ、消費者ですとか、えー、企業、まあ、産業が動くのかっていうようなところは不確定なところはあるんですけれどもあのおそらく、えー、しっかり乗り越えていってくれるというふうにこの動画ですとかあとはセミナーでも繰り返しお伝えしてきましたけれども、はい 今はやはりしっかりと利益の出せる企業に投資をしていくということが大事な局面とといいううことでしょうかねはい、あの利益をコモンズサーティーファンドでいうと出し続けることができる体質になっているのかどうかというようなことでありますので、うん、そういった意味ではこういう難しい環境下でもですねしっかり対応ができていると。 まあいうようよなことですからあの外部環境の変化に合わせての対応力があって今後も外部環境の変化はあると思いますけれども、まあ、きっとそれを乗り越えていってくれると、まあ、いうようなことがあの実際に決算を見てても、まあ、確認が、えー、だいぶできたというようなところだと思います。はい あと最後にあのペシキクー比率ですけれども、はい、97.3%ということで1月比ではまあ若干あの、はい、増えてはおりますが、はい、まあリスクへの備えとか、はい、そういったところについても基本的にですねあのまだまだ世界的な金融緩和は続いているとあるいは続くというふうに思っていますし、まあ、アメリカの長期金利は 例えば10年の国債の金利で1.5で止まるとかですねって、うん、いうふうにも思ってないんですけれどもあのこれだけアメリカ例えば1.9兆ドルっていうまあ巨額な景気対策であるいは日本あるいはヨーロッパでもですね引き続き景気対策を行っていかないといけませんのでどうしてもその財政が拡大すれば金利がある程度上昇するというのはこれはもうほぼ教科書通りなんですよね、うん。 でその中でまだまだこれから景気が回復していくという局面ですのである程度の金利上昇は別にその株式市場にとっては大きく足を引っ張るということはないと思っていますので基本的には組み入れ比率が高い状況でいくということなんですけれどもあの、まあ、株式市場全体的に見ると少し。 あのまあ、これまで例えばリモートワークですとかいろんなことで引っ張ってきた銘柄に対していわゆる GoTo 関連のような銘柄っていうのが出遅れてたと、まあ、景気敏感株ですけれどもそういった銘柄のこれから業績が逆に言うと非常に厳しかったものが、まあ、実際に緊急事態宣言が解除されるですとかワクチンの接種が進んでいけば あの大きく回復していくということが予想されますのであのポートフォリオ全体はコモンスターティファンド均等で投資を保護しているということ形ですけれどもあのリバランスみたいなです,ねすごく値上がりした銘柄は少し売却をして値下がりをしている銘柄に買い増しをしてというようなことをまあ丁寧にしていきたいというふうに思っています。ありがとうございままししたそれではは個別銘柄につきましては 価格コムにつきまして担当シニアアナリストの上野さんよりお話をいただきますはい、アナリストの上野です価格コムは1997年設立のインターネットサービスの会社です1990年代は国内外で多くのインターネットサービスの会社が生まれました価格コムの主力事業は購買支援サイト価格トコムとレストラン検索予約サイト食べログです 価格 .com の月間利用者数は約6,700万人で、掲載店舗からクリック数や販売実績に応じた手数料収入を得ております。食べログの月間利用者数は約1億1,100万人で、主に有料契約を結んだ掲載店舗から手数料収入を得ております。価格コムのモットーは、生活者の役に立つ事業を展開することです。買い物から始まり、食事に展開し、保険、住まい、仕事の求人、旅行などに事業が広がっております。 財務面の特徴は高い収益性と高い資本効率です。売上高営業利益率は30%を超え、会社側が経営指標として掲げる ROE は40%としております。足元の事業環境ですが、求人検索エンジンの求人ボックスや不動産情報サイトのスマイティは順調に推移しております。コロナ禍で影響を受けている食べログ事業は今後徐々に回復してくると思われます。 上野さんありがとうございました。それではザ2020ビジョンの2月の運用状況につきまして伊、e、さんお願いいたします。はい、ザ2020ビジョンですけれども、若干の値下がりという形になりました。うん、マイナスの0.12パーセントということで、はい、そういった意味でいきますと、少しここ数ヶ月ですね。 もたもたしている感じがあるかなと思いますけれども、あのポートフォリオでいきますと、えっと、銘柄ではですね、えっと、5銘柄新しい銘柄っていうのが組み入れられています。まあ銘柄のあの組入れ銘柄の上位10銘柄で見ると、まああまり まあ変化がないという感じかもしれませんけれども、まあ十銘柄まあ小なまあ銘柄になってまして、まあそれ以外の銘柄では入れ替えなんかも行われているとまあいう状況です。その中でも例えばパフォーマンスで見るとですね、十パーセント以上上昇したという銘柄も実は十三銘柄あります。はい。中にはですね、四十パーセントぐらい上昇している銘柄も。 実はあるんですけれどもポートフォリオの中ではあのかなりあの銘柄の入れ替えっていうのが、えー、例えばその、えー、オンライン診療とかオンライン教育とかあるいはリモートワークとかっていう、まあ、いわゆるウィズ・コロナの時に非常に業績も良くて株価もすごく上がったという銘柄があるんですけれども、まあ、そういった銘柄から少し景気敏感な GoTo に関連するような銘柄にシフトをするというようなことを含めて今入れ替えをしているというような今時期になっています。で例えばもう一方で東証一部の組入り比率が久しぶりだと思うんですけど70%を少し超えるぐらいになってまして。 マザーズ指数がですね昨年の10月14日を高値にしてずっとこう今調整をしているという状況の中で小型株から大型株に実はシフトもしているというようなことで今対応をしているという形ですので若干足踏み状態ですけれども次の展開を睨んでの準備がです、ね、進んでいるというふうに考えていただければいいかなと思います。 でその中でも、まあ、例えば、えー、組入れ上位に顔をいつもこう出している銘柄の中でも、えーまあ、上場来高値を更新するというような銘柄もですね例えば、えー、リクルートモノタロウあるいは角川メルカリあるいは島津というような銘柄もですねあの、まあ、組入れ上位の中でもあの実は、えー、パフォーマンスも上げているというようなところもありますのでこういったところをコアにしながら 高型成長株みたいなところの少しこう入れ替えなんかを今しているという状況ですので楽しみにしていただければと思っています、はい、そして株式組入れ比率ですけれども2月は95%ということですけれども、はい、今後に備えた動きというのはどのようにお考えですこれも組入れ比率は若干現金を高めに20ビジョンはしてたんですけれども。 月末にですねアメリカの長期金利の上昇で日経平均株価で1200円下がるというようなところがありましたので、うん、ここはやっぱり買わないとということでですね大きく下落した局面ではあのしっかり買いましょうしたというような形で95%ちょっと超えるという組み入れ比率になっています。うん、まあ今後もでですすね少し組入れ比率でいきますと株価の 状況を見ながらですけれども、株式の組み入れ比率を下げて、現金の比率を上げるですとか。というようなこともしながら、トゥエンティビジョンはですね、まあ、ダイナミックな運用していくと、いうことを続けていきたいと思っています。ですから、あのポートフォリオ、今、そういった意味では、次の展開を睨んでの、あの、ほぼほぼ、こう、準備が整いつつあるというふうに思っていますので。ご期待いただければと思いますね。はい。はい、ありがとうございました。 えー、それではですね、あの個別銘柄につきましては、えー、上位5位に入っております上位銘柄5位に入っております門川につきまして担当アナリストの上野さんよりお話をいただきますアナリストの上野です2月の門川の株価は15.00%上昇しました2月初旬に2021年3月期第三四半期累計決算を発表しましたが 好調な業績及び通期計画の情報修正が交換されました出版セグメントの収益性が電子書籍の市場成長や紙書籍の返品率低下で向上していることに加え映像セグメントもアニメのライセンス収入中心に収益力が高まっていることが背景にあります会社側は中期計画で2023年3月期の営業利益計画を160億円としておりますが この数字は1年前倒しで来期2022年3月期にも達成される期待が高まりますまた決算と同時に発表したソニー及びサイバーエージェントとの資本提携も注目されます両社とも動画配信プラットフォームを展開していますが角川のコンテンツとのシナジー効果が期待されます特にソニーはグローバルでアニメの動画配信プラットフォームを形成しつつあり 今後 k a d o k a のコンテンツがそのプラットフォームに乗ってマネタイされる可能性が高まりまりす。それではあの今後の見通しなんですけれども、はい、2>, 2月の末に少し大きな下落があり、はい、そして今、今日は3月3日、はい、少しまた戻っていると少しあの、はい、マーケットの乱高下が大きくなっているかなという状況の中ですけれども、はいはい、今後どのように考えていけばよろしいでしょうか。はい えーまあ、株式市場、まあ、日本に限りませんけれども、まあ、昨年の10月11月からですねそういった中では例えばあの先般の急落なんかも、えーまあ、ポートフォリオで株とか債券とか全体あのいろんなアセットで運用している人たちからすると、えー、株の組み入れ比率がぎゅっと上がっちゃったので、うんえー、これはあの少し元に戻そうと,、はい、ということになると。 株式を少しウェイトを下げて債券で,ですとか他のウェイトを高めるというようなことが行われるんですよね、うん、で特に月末っていうのはリバランスをする機械的にリバランスをするというような人たちもいますので。 で最近、月末、下がるよねそうなんですよね連続していうようよなこことが、うん、起こっていいます、うんえー、そういった意味からしますと、まあ、かなりこう株式相場、上がってきたところで、えー、ある程度、利食いをするというようなところがです、ね、出たりもしていますので、うんえー、若干、あの今少し乱高下もありますけれども今、寝固めをしているというようなところかなと思っています。 でこれからの企業の今度1月3月の13月の決算発表が出ます、うん、その後は、まあまは今年度のですね、うん、決算発表が、まあ、本決算の3月末締めた決算の発表が4月の終わりから出るとでまたその次は46の決算発表が7月からというふうに出るんですけれども13月の決算発表例えば前年度大きい日ということで見ると 去年の1月から3月っていうのはまさにコロナで世界中がかなりパニックになった時期でありますしそれから去年の4月から6月っていうのは日本では緊急事態宣言があってですねかなり人の制限っていうのが非常に抑えられたというようなことがありますので昨年の同じ時期に比べると かなり業績っていうのはこう戻ってきてるということになりますからこれから企業の決算発表というものをしっかり見てそれがかなり良くなってきてるというようなところをマーケットを織り込むというような形がこれから数ヶ月続くのかなと思っていますし特にそのいわゆる GoTo に関連した例えば 運ですとか、はいえー、あるいは世界的な景気みたいなことを言うと海運なんかもそうですけれども、まあ、電鉄、えー、それから、えー、飲食、えー、それから、えー、エンタメですとかっていうような関連のところっていうのは、えー、去年の13月あるいは46っていうのはもうほぼこう売り上げがもう蒸発をしたという状況ですので,でそこからの、えー、反動っていうかですねそこから見ればかなりこう良くなっていくっていうのが これから見えてくると思いますのでまあそういったものを株式市場も業績を織り込むというような展開になると思いますのでコムスサーティファンドは持続的な成長が続くというようなところを確認していきますし2020ビジョンは変化というようなところを捉えていくというようなことで対応していきたいなというふうに思っています。はい あの日本ですと実は今日3月3日の時点で、えー、首都圏の緊急事態宣言の解除は先送りになるんじゃないかというニュースもあって、はい、じゃあ4月6月本当に景気回復するのかなという疑問が出なくもないんですが、はい、一方海外ではもうワクチン接種が進んで景気の回復というのが実際にですね、えーまあ、イギリス、まあ、ロンドンにいる友人に聞いてみると。うん イギリスではもうあのスケジュールですね解除のスケジュールがもう発表になってたりしてますので、うんえー、旅行会社は予約が殺到していると、うん、でレストランもよもう予約ができないところは出てきてるというような状況ですし今日アメリカの方でもニュースがあったのは、えー、アップルのですね、うん、アップルストアがアメリカ全土で、えー、オープンをするとなるほど今までこう、はい、リアルな店舗は閉まっているところがほとんどだったんですけども、えー、オープンをするですとか。うん えー、そういった意味でいきますと、まあ、あのリベンジ消費っていうのは、うん、ちょっと想像を超えるものがあるんじゃないかなと思ってますのでまあそれがいきなりこうこの3月4月日本で出るとは思いませんけれども、うんえー、だんだんこうワクチンの接種も進んでいくというようなことも考えると、えー、盛り上がりがですねあの今年の夏とかオリパラもなんとかうまく開催できたらいいなと思ってますけれども。うんうん えー、この間までは何だったのという雰囲気でですねですからヨーロッパとかアメリカにいる友人たちはもう雰囲気が変わってきているということはですね,ね、うんまあ、肌感覚でも感じているというふうに言っていますので、まあ、日本も、えー、もうすぐじゃないかなと思っていいまます、うん、はいはい、ありがとうございましたそれではここからお知らせです。 まずあのセミナーですけれども 2>,、はい、え2月はですねコモンズの運用について聞いてみようというこれまた新しししい、はいあの試みとまますかセミナーを皆様にお届けしましたあのアナリストやそれから E さんファンドマネージャーにですねどんな思いで運用しているのかとか嬉しかったこと悔しかったことなんていうのを本当率直に聞いていくセミナーだったんですけれども <laughs> あのやってみていかがでしたかそういう思いをあの率直に話されてみていかがでしたはい あのまあ、我々こう直販でやってるみたいなところもあるんですけれどもあのいわゆる運用チームっていうのは、えー、料理でいうと目利きをして素材を持ってくるのがこうアナリストですね。うん、でファンドマネージャーは、えー、それを料理をするという形なので全体でまあチームなわけですよね。ですから例えば、えー、お魚担当。 <laughs> でどんな目利きをしてお魚を仕入れてきてるのかというようなところをですねあの感じていただきたいですし、えー、例えば野菜担当の人はどんな思いで収穫を取ってきてるのかとでそれをあの、まあ、料理に反映するときにこれはこうやったらおいしくできますよみたいなですね話をこう実際にやり取りを。 まあ、あのアナリストと、えー、私はこうしたりしているので、えー、そんな感じをですね皆さんにお伝えすることが、えー、できたらなと思いますので、うん、あの皆さんはファンドをは積み立てをされているということになるわけですけれども、まあ、我々料理人がですね料理チームがどんな思いでどんなふうにして作ってるのかというようなところをですねお伝えすることによって皆さんがかみしめていただく。うん <laughs> いいんじゃないかと思っていますので <laughs>、はい、あの時々ですね、まあ、季節ごとにぐらいあの、えー、皆さんにチームをの考えとか思いをお伝えしていきたいなと思っています。はいはい あの運用報告などではあの当然アナリストなどもあのいろいろお話をさせていただくんですけどその裏側にある思いっていうのを直接皆様にお話しする機会ってそうで、ね、多くなかったと思うので、はい、ぜひあの今アーカイブでこの動画をご覧いただくことができますあの顔の見える運用会社としてですね引き続きこういった取り組みやっていきたいと思いますので、えー、興味のある方是非ご覧になってみてください。 それから2月はですね、渋沢栄一を題材にした子どもトラストセミナーも開催することができました。<laughs> はい、はい、たくさんの方にご参加をいただきました。で、今後もですね、折を見てあのこういったことはあの続けていきたいなと思っております。そしてまあ、子どもトラストではないんですけれども、3月にはですね、まあ、会長渋沢に。 聞いてみようという企画をね始めてみようと思ってまして「教えてけんさん」というのがあのタイトルにあってまあサブタイトルはそのの時々のゲストにに決めていいただくっていう形になりますで第1回目はですね3月19日え今年度のシードキャップ応援先の親子の未来を支える会林さんに来ていただいてですね林さんから渋沢にいろんな質問をしていただくと。 例えば資本主義と医療ってどんなふうに考えたらいいのとか、うん、まあそういった少し硬そうだけれどもあの我々にとってもですね学びのあるような企画になっておりますのでご期待いただければと思います。 そしてですね、先月から続いておりますキャンペーンなんですが、3月12日までとなっております。この期間中に口座開設をしていただいた方を対象にしまして、抽選で渋沢の著書をプレゼントさせていただくキャンペーンとなっております。ぜひこの機会をお見逃しなくご利用ください。それではお知らせは以上です。 ま結局、ですねあの業績回復期待はこれからも続くという前提立ちますと、えー、まあ株式市場もまあ乱高下は少しあるかもしれないけれども、うん、先行き、まだまだ期待して大丈夫と,ということはあの私たち一個人の投資行動としては、えー、淡々と積み立てを続けていくということで、はい、大丈夫そうですかね。はい <laughs> あのまあ3月はですねあ,のまあ,ある意味でこう日本ではえまあ卒業だったり入学だったりあるいは社会人だったりっていうまあ季節ですのでまあこの3月とか4月っていうのはあのもう一度あの少し長い目でえ自分のこうライフプランみたいなのを考えていただいてえ特に新社会人になる方はですね積み立てをデビューしようかと、うん。 ようなこととを考えていただくとか、えー、昇進してお給料が上がる方はですねちょっと増やそうかとかですねみたいなことをまあ考えていただけるにはすごくいい時期じゃないかなと思っていますので、えーまあ、株価の位置が高いからっていうふうに思われる方は多いと思いますけれども、まあ、それはあの短期で売ったり買ったりする人からすると高いとか安いとかっていうのはありますけれども積み立ては あの高い安いっていうのが、まあ、ないっていうと言い,い言い過ぎですけれども、うん、あまり気にする必要ないと思ってますので、えー、そういった意味ではこの春あの自分のライフプランニングをもう一回考えてみるという時期にしていただけるといいかなと思っています。はははいいいあありりががととううごござざままししたたそれでで月の運用報告は以上です